本日第2弾の、屋根の雪下ろしです。これはですね、誰か歩いたのかなと思って、うちの屋根からこう見たら足跡がついてたんで、隣のうちの人とか来たのかなとかって思ったんですけど、そうじゃなくてどう見ても獣ですね。これ何でしょう。ということで作業を始めます。この上の大屋根の雪が、全部落ちてすごい山になってたんで、今日はそれを片付けます。ちょうど寒波も終わったみたいなんで、ちょっとちょうど良かったですね。今やっておけばもう今日一日ゆっくりできるかもしれません。昨日落ちて、昨日の夕方落ちたみたいですね。すぐだ。それが今朝なんで、そんなに硬くはなってないし、落ちてきた、衝撃でそこそこの硬さにはなってるんで、割合とやりやすかったですね。一昨日下ろした時にはまだ上にすごい固まっていたんですけども、昨日少し気温が緩んだせいか、若干こう暖かくなってきたっていうのか、全部、こちら側、北側半分みたいなんですが落ちました。まあこの小屋根もよほどでなかったら30分程度の、まあ、工程で、処理できるんですけどもね。まあ今日は30分かからなかったと思います。まあおそらくですけど、これ私下ろしっぱなしなんで、このうちの周りを、午後から辻井さんがヨンボで除雪するんじゃないかなと思います。天気も良くなってきたんで、ちょうどいい除雪日和なのかもしれないですね。まあ、こっちの方は作業所なんで、まあ、中の出入りさえできたら多少どうでもいいなっていうところはあるんで、ただ13が4歩でやるときは割合と後ろの方も結構念入りにやってるみたいなんですけども、まあ潰れなかったらいいかなという程度でやっておかないと、ちょっと後でだんだん疲労が溜まってきますからね。どうせ溶ける雪ですから。はい、こんな感じで終わりに近づいてきました。YouTube なんか見てると、お隣の市とかでもやっぱりすごいところありますね。もうびっくりするほど雪が多くて、まあこっちもすごいとは思ってたんですけども、近年それほどでもなくなってきたような気がしています。まあ今年の、まあ、十日町市とかすごいですね。本当にびっくりしてしまいます。はい、これで終わりですが、この大屋根の雪が、この小屋根の方にダーンと落ちてきたということで、まあ今こんな感じになったということで、ご視聴ありがとうございました。